こんにちは、 TJTV でございます、お久しぶりでございます。 TJTV、収録すごく実はこれ久しぶりでございましてですね、何ヶ月ぶりですか、2ヶ月ぶりぐらいですかね、決して終わった番組じゃございません。実はやってるんですよ、まだお休みしてただけでございますね。皆さんお元気されてらっしゃいますでしょうか。で、今日はですね、だけさん、特設 E スタジオぐらいだったかなからお送りしておりますね。今日なぜこのだけさんからなのかというとですね、昨日実はですね、台風5号ですかね、ノロノロ台風というね、ご覧の皆さん、あ、なんかあったねってね、思い出していただけるんじゃないかと思うんですけども、台風が明けてですね、きっと青空が撮れるんじゃないかなと思ってですね、次回のツアーのチラシとかをですね、専用のちょっとチラシの分の撮影とかにもですね、ちょっと来たんですけどもですね、ご覧くださいね、真っ白ですね、こんな真っ白な、景色からちょっとお送りしておりますけれどもね。はい、周防島現在、8月末までアロハビズキャンペーン実施しておりますね。僕も今アロハシャツ今日着ておりますけれどもね、カウアイ島と姉妹縁組を記念して6月22日から、ね、8月末までやっておりますけれどもね。はい、でその、アロハキャンペーンを、PR する動画が、この番組の後にまたついておりますけれどもね、そちらの方もぜひ皆さんに、ご覧になっていただけたらなと思いますね。去年のポスターと今年のポスターね、の252名の方がですね、素敵な笑顔と素敵なアロハシャツで、周防島のね、PR カウアイ島とのね、なんですかね、歴史を紡いでいく、そういった思いでね、なんか流れているはずでございますのでね、ぜひそちらの方またご覧ください、ね。今月のお知らせでございますけれども、まずはですね、島コン、ボリューム16、17ぐらいでございますけれども、また秋に島コン開催いたします。9月末と、10月の、半ばの日曜日開催いたします。予想のですね、大体多いカップリングパーティーはですね、地元の男性とね、外からの女性をという募集でございますけれどもね、周防島町定住促進協議会が開催する島コンに関しましては、内外男女問わずでございますね、内外問わずの男女でございますね。はい、島の外の男性と島の中の女性の、出会うきっかけも作れたらとね、いう形でやっておりますのでね、ぜひ、皆さん、ご参加くださいね。そして、今回のねテーマでもございますけれども、企業の島のプランコンペ、これ引き続き開催中でございますんで、ぜひ、こんなことやってみたいな、あんなことやってみたいなというのがねある、方ね、皆さんのその夢を実現させてみませんかね。最優秀賞にはなんと、50万円相当の、ね、企業支援準備金ご用意しておりますんで、ぜひともご参加くださいね。皆さんの夢がね、周防島をより一層元気にしてくれるはずでございますんでね、ぜひ振るってご参加ください。で、今回の、メインの、特集でございますけれども、その企業の島のプランコンペ2016で、最優秀賞を、取られました長谷川さんのインタビューをお送りしたいと思います。で、長谷川さんがね、どんな思いでエントリーしていただいたのか、でどんな思いでね周防島に持ってもらってるのかっていうのをね、お送りできたらいいかなと思っておりますので、そちらの方ぜひご覧ください。で長谷川さんもそうなんですけどもね、大島に、孫ターン、ご実家がもともとこっちにあって空いたんですけどもね、そういった、皆さん地元の方であったりとかね、大島にご縁のある方が、そうやって帰ってきてくれるきっかけであったり、大島の元気になるきっかけになればと思って、開催している企業の島のプランコンペでございます、ね、そちらの方を、ぜひ皆さんグッとご覧になっていただけたらと思います。それではどうぞ。風が強い。長谷川美希子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
ビジネスプランテーマです。手織りの布作りをコミュニティビジネスとして構築して、人々の交流のある楽しい人生を作る、これには副題があります。手織りの織物をメイドインジャパンブランドに高めまして、周防大島から世界に発信するということです。創業の動機を申し上げます。一昨年になるんですが、大島は阿賀野省に帰ってまいりました。母も高齢なので、母が元気なうちに一緒に住みたいなと思いまして帰ってまいりました。その中で帰ってきて、さあどうしようかな、何か今までに一度もやったことのないことをやってみようと思いました。聞けば柳井にですね、柳井島という手織りの機織り教室があるということを聞きました。早速入会しまして、半年間の体験教室をで学びました。そこでは機織りの基本技術を身につけました。大変楽しい時間でですね、こんなに贅沢な時間が流れるのかと思って、もう夢中になって勉強しました。さて、地域の資源の地域資源の活用として、私は日本一の収蔵量を誇る周防大島の民具に着目しました。中でも糸に関係した道具の多さには目を見張りました。まるでですね、資料館が巨大な紡績工場のような風に見えました。もう機織りは何十台あるし、糸繰り機なんかもたくさんあるし、もう本当に仰天ばかりしておりました。そんな中で機織り機というのは動かしてこそ価値のあるものなんじゃないかなと思います。大島には文化財のほかに動かせる機織り機が10台あります。この機織り機に再び命を吹き込んだらどういうことになるんだろう。人の交流を作って起業のスタートラインに立てないかと思いつきました。これらは柳井島、去年の4月から通い始めたんですが、そこで作ったものたちです。最初に作ったのがこちらで、2段目、3段目、これで卒業になりまして、この度今年の1月にですね、東和町の機織り機を動かしてもらいまして、こちらを一旦織りました。でこの機織りを織る前に、まあ、糸がいるわけなんですが、これも自分で染めたものばかりです。これ今今年のお正月一生懸命私が仕立てたんですが、自分で縫ったんですが、この生地の元はこんな糸です。この糸がこういうふうに反物になりました。今日私が履いてきたのもこれです。2段目で、折ったものです。事業の将来目標は3つの柱を立てます。1つは綿織物の作成、商品開発と販売です。2つ目、体験教室の運営です。地域の子どもたちや民泊生への文化伝承プログラムとして体験してもらいます。またこれをずっとこう発展させまして、短期長期の滞在型機織工房も考えていきます。まあ、そういった時は宿泊施設の皆さんにも大いにお願いすることになるかと思います。3つ目の柱は伝承と復刻の作業です。資料館をいろいろ回りますと、模様の型紙とかも何百枚も出てまいりました。これを復刻するだけで私の人生は終わってしまうんではないかという多さでした。大島で染めた色合いはですね、大変美しくて鮮やかであるという定評があります。大量生産では成し得ない一点物で勝負していきます。ターゲットです。ターゲットは日本文化をこよなく愛する世界の人々です。また日本文化を国際化したい、そんなふうに考えている経済人や行政トップの人たちです。今日の審査員の皆さんが私のターゲットです。さて、体験工房の皆様、お客様としては、自然に抱かれて機織り機を自分で動かし、ものづくりの時間を堪能したい人々です。まあ、首都圏に住んでいる人、外国人を考えています。創業までのスケジュールです。
私の織物経験は、昨年始まったばかりなので、本当に大いに時間をかけて技術と感性を磨いていかなくてはいけません。創業までの上層期間として5年を取っています。この5年の間に、綿の栽培を始めてオーガニックコットン認定への挑戦をします。それから機織体験教室の準備と運営を開始して、地域の子どもたちと交流していきたいと思っています。大島コットン組合は、企業で正規雇用ではない若者、それから退職したばかりの高齢者が集まって、働きやすい職場を自分たちで作って生計を立てられるようにすることができるのが最大の利点です。この組合には、機織に私のような人間、染色家、手芸作家、浴衣何かを仕立て屋さん何かがに、出資して入ってもらいます。そして私は古民家を活用して機織工房を作ります。で、まあ、これが発展すると、そこのエリアを機織の里にしようではないか、ここのシャッター街を機織横丁にしようじゃないかといって、エリアリノベーションも考えます。そうすると、そこにカフェやレストランや野菜の直売所とか雑貨を売るところ、またギャラリーなんかもこの中に出てくるといいなと思います。そのためには、町の行政のお手伝いも少し必要かと思います。機織を提供してくださったり、その機織を使って体験をしたりとかですね、また私のように経験のないものを伝承者として養成をできるような機会と時間をくださればと思います。それからこの4月から集落支援員の任務につきます。ここでは住民主体の夢プランを実践と作成をしていくんですが、本当にいい学びの場が私のすぐそばにあるというところです。課題はですね、私は時間をかけて練磨していかなくてはいけないんですが、この分野の達人たちはみんなご高齢であるというところです。ですから、急いじゃいけないんだけど急がなくてはいけないという大きな時間のジレンマを抱えています。宮本恒一さんの残した民具の今日的意義ということにもつながっていくかと思います。もう一度私の作品に目を向けてください。私のこの作品たちが何かこううずうずして出番を待っている子どもたちのように見えないでしょうか。どうぞ私の夢を皆さんの夢にして、皆さんの夢が私の夢になりますよう、豊かに暮らせる応援をしてください。どうもありがとうございました。それでは発表いたします。企業の島のプランコンペ2016最優勝は長谷川美子さんに決定いたしました。はい、ありがとうございます。私は、この4月から集落支援員という仕事をしております。この集落支援員というのはどんな仕事をしているのかといいますと、国の総務省が言っているには、住民の人たちがどういうことを日々考えているのか、どういう不満があるのかというようなことをですね、こう吸い取って、それで何かいい政策に結びつけようっていうところまでの、そういうなんていうかな、住民の人とのやり取りを一つのなんていうかな、意見としてまとめるっていうことが、どうも私の役割というか任務のようなんですね。はい。で、この4月からですか、白木半島地区に大島のコミュニティ協議会というのが立ち上がりまして、そこの事務局の仕事をお手伝いをしております。ちなみにこう後ろにもこう効果とかありますけど、はい、こ
この建物はどこでしょうか？ここはですね、旧沖家室小学校なんですの、今講堂でお話をしております。はい、私は今、周防島の上野町というところに住んでるんですが、そこはもともと私の父のふるさとです。それで父も高校卒業して、一度関東の方に出たんですけれども、30年前にこちらに戻りまして、で私たちの実家は上野町になったんですね。でその時も私は二十歳を過ぎてましたので、私だけ東京の方に残ったんです。で父と母と妹はこちらに上野町に帰って生活をしていたんですが、でまあ時間が過ぎまして、この度、母ももう80になりますので、でまあ元気なんですよ。じゃあ一緒に暮らした方がいいな、暮らしたいなと思いまして、それで帰ってまいりました。はい。大島で暮らされたことっていうのは、はもうで、そうですね、バカンスの時だけです。夏休みとお正月にしか帰らない。私はいつもここが心のリセットをするところでした。はい、はい、関東と大島では、はい、違うところが多々あると思うんですけど。多々あります。一番違うのはですね、すごく深刻な時にでもですね、皆さんがね、なんだかんだって言って、その深刻でみんなこう塞ぎ込んでしまうような時にも、なんかこう冗談がこうファファッと出たりですね、普段の中でこう漫才みたいな感じの会話がたくさんあって、それがなんかすごく関東とは違ってすごく楽観的でいいなと思いました。はい。手織りの機織りを使って、コットンの生地を作って、それを何か商品化をして、起業したいというところです。はい、はい、どうでしょう、今、まあ、集落支援等で非常にお忙しいと思いますが、うん、進んでらっしゃいますか？正直なところなかなか進みません。集落支援もね、何年かもう経っていればこうだんだんこうコツが分かるんでしょうけど、今始めたばっかりなので、まあ、でも時間をなるべく作って機織りの前に座っておるようにしています。はい、こんなにたくさんの人が自分のやりたいことを起業したいと思って行動に移す人がいらっしゃるんだなと思って、それはものすごく楽しかったです。はい、あれは確か9月の中頃ぐらいが、10月の中頃ぐらいが締め切りだったんですが、それから3月の終わりまで、中小企業診断士の方の、いろんな、なんていうんですかね、セミナーですかね、があったりとか、あとはもう最終資料を提出しなくちゃいけないことにあたって、運営計画とか収支計画みたいなのも全部立てなくちゃいけない。でそういうことはしたことがあったんですけれども、でもなかなかまたその業種が違うと内容が全然違いますから、大変苦労しました。はい、でもその苦労がこういうところが私の弱みだなということがすごく見えてきて、いい経験だったと思います。あの瞬間どうでした？お名前呼ばれた瞬間っていうのは。そうですね、だってどうしてこれに応募したかっていうと、最優秀を取るために応募したんです。うん、でも絶対取るっていう気分でおりましたから。でもなんかこう狐につままれたような、なんかこう思ってたことが実現になったという、こうひたひたとおとなしい喜びがありました。はい、まずは機織りをするのに、糸を作るのに最初に染めるんですね。草木染めをするんですけれども、その材料が豊富にあるということ、だからもう大島じゃないとできないって思うんです。それで若い人
も定住を移住をされる方も少しずつ増えてますけれども、おばあちゃんたちもたくさんいます。私の大先輩がいっぱいいるので、この旗織りをね通してそういう方々と交流をができたらいいなと思っております。自分でこの起業なり自分でこういうことやってみたいなっていうのはすごく楽しいことで、常識にとらわれることなんか何にもなくて、そういうことを自分の手で作ってみるにはものすごくいいチャンスだと思うんです。で、大都会でもなくてとても小さなコミュニティなので、自分のこう思いがこう形にしやすいようなところもたくさんあるし、みんな情が熱いのでみんなが手伝ってくださると思うんですね。だからどうぞ頑張ってください。はい、もう一個だけいいですか。はい、大島好きですか。大島大好きです温暖でロケーションのいいところが日本にあったんだ。生み出す面白さ、作り出す楽しさというものがあるんじゃないかなと。いわゆる地域の資源をちょっとこう光の当て方を変えて、みっこさんに決定いたしました。